必勝本 WebTV をご覧の諸君、朝起きるとわけもなくかかとが痛いらしい。痛いさ、当企画は我が軍にあだなすホールに毎回一人の軍団員を派遣、そして実践しながらホールを調査攻略し、スロマンすなわち勝利の向こう側を目指すというものだ。当然軍団員は完全自腹のガチンコ人生。今回もターゲットから挑発行為を受けたのだが、困ったことに我が軍はちょっと早い冬休みの真っ只中。仕方がないので今回は普段は会計事務に従事してくれているバイトの女性を二等兵として派遣することにした。どうか君の力で我が軍を救ってくれ。スロマンディ上陸作戦、ラシー軍団二等兵コムコムであります。本日の対戦相手は、兵庫県神戸市ニュージャンボでございます。女性隊員、私が初ということでちょっとだけプレッシャーなんですけれど、今まで先輩方8000やってまして、8000やってまして、80005勝してるんですよ。なのでちょっとこの流れに乗っかって私も勝利を決めてスロマンディ上陸できるように頑張りたいと思います。まだちょっと抽選前なので、どうなるかわからないんですけど、いい番号が引ければ私はいつも自分の得意な魔法少女マドカマギカないし魔法少女マドカマギカ2、この辺りを、設定カンパしながら攻めてみたいと思います。よろしくお願いします。では抽選が終わりまして、はい、私6番です。先ほど私が狙いたい機種マドカの初代とマドカの2両方合わせて、10、15台くらいあるので全然選べると思います。ちょっと事前のどういうのが強いとかいう情報も全くなく、ちょっと下見に来れる距離でもなかったので、ちょっと下見をしておりませんので、ちょっと朝一はちょっと様子を見ながらいろいろうろうろしてみたいと思います。ちょっと設定変更の挙動とかも見てみたりして探したいと思います。では状況を開始します。とりあえず上げ狙いにしようかなと思います。前日割と悪そうな感じなんですけど、まあ、でもそもそも2000しか回ってないんですけど、ちょっとダメそうなら移動しようと思います。よし、そいでは開始いたします。5ゲーム以内に夕方とか行ってくれると結構期待できるんですけど、移行はしないです。なんか隣とかの台も特に朝一夕方移行した台は見られなくて、末だったのかな。そしたらすぐに動けるほど今台空いてないと思うんで、とりあえずこの台を回していって、あんまりないなと思ったら違う機種に移動しようかなと思います。中押しだと子役が取れるんですけど、1枚役その代わりリーチ目が見れないんですよ。お、やりました。ボーナスだ。
崎でした。しまった通常時だよ。でもとりあえずエピボは確定ですね。ほえあーびっくりした。スーパー心臓に悪い。さあ誰だ、誰エピだ。やったやった、ワルプルもらいました。なんかメガネホムラ あのボーナス確定画面がなんかあるみたいなのが確かあの小冊子だかユニメモのページだかにあった気がするんですよね。やったー、ホムラエピソードだー。やったった。いやー、あ、でもそうか、チャンスゾーンで絶対 ART でしょ。そこでエピソード引いたらもう1セットあんのかな、どうなんでしょう。おっ、もらい、やったぜ。コムラエピソードだけど今揃ったのは多分マニカクエストです。入れるっていうのいいですね。ワルプルギスの夜は最低 75% 継続なので結構前より続きやすくなったんですよね。準備中が長いんですよ。なんか、あ、突入した汚れ中溜まっちゃった。ワルプルギス4セット保証なのでもう入り方もちょっと変わりましたよね。この方がドキドキするかも、あのカウントがね。1000目、4000ごとに上乗せが大きく乗るチャンスなんですよ。
もう1セットマジカクエストがおそらくあります。急いで、大変なんだ。切れるよ。よっしゃ、押して。マジカクエスト、で、クエストのタイトル画面でここを押すと光るらしいんですよ。普通の点滅ですね。切れるよ。ここが、色が変わるとちょっとチャンスなんです。まだ変わったの見たことないな。右、私がやるわ。確か赤と青があるらしい。右、私がやるわ。一度ここまで乗せないでいきたい。右の使い魔を超えてから、あ、乗っちゃった。これ5で終わっちゃうんじゃない？あー、しまった。雑魚 5って。プラスなんですけど、言ってもそんなにめちゃくちゃ大きくプラスってわけではないので、100枚ってあっという間に飲まれちゃいますからね。300ゲーム、595枚、もう終わっただろうな、多分終わっちゃった。ボーナスで引いた分しかなかったですね、マジックエスト。
驚いた。実質駆け抜けたようなもんですね。今んとこキスっぽくってジャクチェリー全然引いてないんです。もうちょっと回して下腹があるうちに移動しようかな。違う、これは魔女の結界だ。魔女の結界に入りました。誰だ、さやか。いや、あれキューベ寝た。ああ何もないか。よいしょ、ちょいとうろうろいたします。これ500回らんくらい。ああ全然ボーナス入ってないんだ、これやめるわ。他は回っておきまして、端の方の台がそこそこ調子いいのかな。あっちは絆はやっぱり稼働がいいんですね。バラエティかな。A スロット偽物語がねあるんですよ、私の好きな A 偽。 A 偽空いてる、空いてるし回ってない。どうしようかな、こっちにちょっと移動してこようかな。よし、ちょっとだからね、スイカが取れないんですよね私 A 偽の。お恥ずかしながら3割ぐらいしかスイカが取れなくて、それでも打つんかいって感じですけど、でもね、でもね A タイプだからね。では2台目を回していこうと思います。なんか窓か2打った後だとすごいリールが大きく感じますね。こんなもんですもんね、あのリール。もっと大きいか、違う、当たってたんだ。セリフ白7だったら高設定したなんですけど、赤7なんですよね。終わり。お、大チャレンジ。はい、ハイリプ台の方、はい、よかった。いやー、はい、はい、ちょっと、どうしようかな。ちょっともう一回見に行ってもいいですかね。これまだ回ってないのか。でも1台良さそうなのありますね。これもちょこっとしか回ってない。あれ、さっき私がやめた台じゃないですかこれ。めっちゃ伸びてる、嘘やん。笑える。マジか、マジか、さっきやめた台めっちゃ出てるじゃん。マジか。ちょっとしょんぼり。やめるのは早計だったんでしょうか。窓か、戻ってこようかな。データ的には落ちてるけど多少打てるかなって思ったのがこの隣の台、さっき言ってた台の隣、今のところですけどね。まあまあ悪くない気がするんですけど、ちょっとさっきの2世から戻ってきてみようかな。では改めまして3台目、
回と比べてジャックジェリーが明らかにいいんですけど、でも明らかに当たらない。あ、汚れ天井ですね。これはもう次のボーナスまで追わなきゃって感じになりましたね。もや中とかだったら諦めますけど、ヒロセリフはさすがに捨てていけない。ロセリーだ、これ当たってほしい。なんだこれ、え、こぼしたわけじゃない。ああ、これからの展開が楽しみだね。ビーチめでるかなって思う。長かった。これ絶対エピソードですね。あれ？マギカクエスト取りたいですね。
中間報告をいたします。その最初に座った台がたまたま中段チェリーを引いて出しただけで、もう弱チェリーがすっごく悪くて、他の子役もちょっとなっていう感じだったので、出玉を持ったままやめまして、で A スロット偽物語もちょっとあんまり良くないのかなっていう気がして途中でやめました。で結構店内を見てみて、どの島が出てるかなっていうのをちょっと見てたんですけど、まあ、やっぱり絆とまどか2が比較的出てる気がしたので、ちょっともう一度まどか2に戻ってきました。で隣の台がボーナスの合算はまあまあ良かったので、とりあえずちょっと打って様子を見てみようと思いまして、今打ってるその最初に打ってた台の隣なんですけれど、ジャクチェリーの確率がまあ結構よくって、今たまたま汚れ天井だったので、そこからエピソードボーナス強行が当選しまして、ART に入りまして、今 ART の途中なんですけれど、投資がトータルで16,000円ですね。1万6000円投資の、450枚ぐらい持ってます今で。残り50ゲームぐらいなので、またそこでちょっとボーナスとか引けていったらいいなと思います。ちょっと最初に打ってた台がなんかいいところでやめたかと思ったんですけど、戻ってきたらすっごい出てて、でも多分子役の確率とボーナスの当選はそんなにって感じで、裏ボーナス引かれてたんですよね隣で。なかなかちょっと心が折れそうですけど、後半も頑張りたいと思います。どうぞお楽しみにです。